6月20日、何の日ですか、テレンス・ヤング、誕生日、はい、テレンス・ヤング、そうですね、うん、ダブノーセブン、はい、そうですよ、ダブノーセブン、やってください、61番撃たれる人じゃん。撃たれる人じゃん。撃たれる人じゃん。ね。あ、大沢さんお疲れ様です。あ、お疲れ様です。あの今日が、はい、テレンス・ヤングさん誕生日、わかりますかね。あ、まあ、有名でしょうね。そうそうそう、あの007 の、はい、あの初期の監督。監督ね。はい、うん、あのドクター・ノーとか。ロシアより愛を込めて、あとサンダーボール作戦とか、はい、やっぱ最初の一時代を築いたのかなっていう、それがテレンス・ヤングさんと思うんですけど、なんで笑いながら言うんですか。いや伝わんないから大丈夫でしょ。最初のその初期の一時代を築いたのがテレンス・ヤングさんと僕は思ってるんですけど、そうですね、はい、で007なんで今日やろうかと思ってて、はい、007ってどこですか、名シーン、名シーン、名シーンっていうか、まあ絶対、うん、これだとかあるじゃないですか、一つ。やっぱそのテレンス・ヤングさんが、まあ、最初にやったからっていうのもあると思うんですけど、うん、あの銃口を向けられたボンドがそこに向かって撃ってっていう、こう血が出る、そうそうそうってやつね、あそこですよね、やっぱ僕もそう思います。なんで今日は松田さんにそこのシーンの再現してもらおうかなと思います。ああ、やっていいんですか。もう歩くだけですから、まあまあまあ、かっこよく歩いていただいて、銃でパン、はい、そこです、よろしくお願いします、はい。